いやマジでめちゃくちゃ泣いてた。めっちゃ涙を拭いて今配信してます。めちゃくちゃ泣いてた。今も泣いちゃうし。ね、ゆずも泣いてたよね今。ショールームで。いやほんとさっきさゆずも配信で言ってたんだけど、私公演前にナルピーさんと一緒に会ってたんですよ。ゆずと私とさっきねゆずもショールームで話してたからいいかなと思って、いやそう会いたいって言うからゆずと私で公演前に会ってました。ナルピーちゃんと。ちょっと今日はちょっとしかショールームできないかもしれないけど許してください。いやこれ泣かない人いないでしょ。いやルーちゃんも始めたよショールーム。ニュースも泣いてたよね。泣いてる。いや恥ずかしいな。やばい、でもめっちゃ泣いちゃった公演中も。でさマリンの手紙あったじゃないですか。でナルピーちゃん泣き始めたじゃないですか。私その前から泣いてた。マリンの手紙って分かった瞬間に。いやずっとねマリン考えてたんですよ手紙どうしようって、何書こうってすごい考えてたから、あそうじゃんマリンの手紙じゃんと思った瞬間に泣いちゃった。いやそうナルピーさんがね、そうそれでも好きだよねやるってのもね聞いてたんですよ。そう相談された。そう、 そう公演前にユーズアミと私ユーズアミとナルピーさん会ってました。3人で。ああダメだこれ、アフター配信しなきゃって一心で始めたけど。ダメだな。だけど15分ぐらいやったら大丈夫なんで。全然。いやもっと一緒に公園出たかったなって思いますね。あんなに一緒に公園出たけどやっぱ一緒にゆずぽまだ泣いてます。ほんとに最近出れなくなってやっぱ公演のありがたみを感じてますね日々。ほんと青がもらってあんなに大げさに言ったらほんとこんなたくさんってぐらい青が やったけどやってて、その当時はほんと
月めっちゃ上がるじゃんとか思った月もあったけど、今思うと本当にめっちゃ応援やりたいし、一緒に公演出たいし、なんか当たり前じゃないなって思ってますね。私はめっちゃ泣いちゃう。疲れたや今日。まあね、ファンの人はさ、もっと会えなくなっちゃうけどさ、メンバーはね、どうにか会えるんで。まだそこだけが救いですね、私の。けど本当に一緒に活動できなくなるっていうのが、まあね、悲しいですね。まさかのマウント、すいません。いや本当にそうだよね。本当最初はさ先輩だったけど、今は本当友達だから、マルピーちゃん悲しい普通に。なんて言ったらいいの、脱力感。いい声だった。公演最初から見たかった、めちゃくちゃ最初から見たかった。ナルピーちゃんに最初から見れないけどごめんねって言ったら、終わったらもう速攻見てって言われた。いやほんとね、何このナルピーちゃん卒業公演するときは、私とかも何その卒業ブロックとかで出してくれる予定だったんですよ、ほんとこういう状況になる前は。でこの曲やろうよっていうのを言ってくれてて、すごい楽しみにしたんですけど、やっぱまあね、こういう状況だから出れなくて。悲しいですね。しょうがないけど。
15分経ったら終わりますね、ショールーム。いや、ほんとこれ何回も言うんだけどさ、鉄の野郎よ鉄の野郎よ。いや、声低いな、声低いな。何回言ってんだろうね、私この配信でさ何回言うんだろうね、鉄のエリタイって。いろんな SNS で言いすぎてるよね、逆に言わなきゃで、毎回さこう SNS で言うたんびにさ、大人の方に言いますって言ってさ、言わないまままたどっかで言ってるんだよ、鉄のエリタイって。今ね、なんかさ大人の人にさ、ファンの人からなんか意見っていうかさ、こういうのやりたいやりませんかみたいなさ、そういう相談できる場所もさあるのかな。私ちょっと詳しくないんだけど、これ昔はしっかりあったけどさ、公式にリプを送りつけるしかないですねそれはちょっと違うかもしれないそう、岩佐さんのなんか支配人部屋みたいなのあったよね、昔握手会の連で。スタッフさんと会って私が言うことを忘れてなくてしっかり伝えれたら伝えますはい、ここはね、まあ、マキコさんとかじゃなくてしっかり大人の人に伝えた方がいいかなって、まあ、マキコさん支配人だけどね、違いますまあ、私がやりたいから私が大人の人に言わなきゃね やっぱ他のチームの人ともさ思い出作らなきゃって思うよね。ね、今ユニットもやんないからね。で、初恋泥棒がね、初恋泥棒やるの知らなかったからね、びっくりした。うわってこれやるんだと思って前髪長いね、切ります。めっちゃよかった。初恋泥棒さ見ながら踊ってたんだけどね、全然覚えてなかったなんか全然なんか雰囲気で踊れたんだけど全然踊れなかった、こうやって踊ってたんだけど。初恋泥棒の3人とアミちゃんどっちが背高い？ナルピーさんとミナルンさんより私の方が高い身長多分。サキさんは分かんないな、どうだろう、いつもヒール履いてるから分かんないかもしれない。ほののさんより私背高いしね、多分ね、多分だけど。なんかね、その
なんかのコンサートのリハーサルだったかの時にミナレさんと色違いのズボン履いてて、そう同じサイズだったけど K2 の何か何人かのメンバーに「あみちゃん足長いね」って言われた同じの履いてるよねって言われて、ミナルさん足短くないけど足長いって初めて言われて嬉しかった。あ、僕隊のリハだ。そうだ、ミナルさんとかユキさんとかいた時言われた気がする。いやなんかね、中盤曲こう曲を通してて、途中から私がそのズボンに T シャツをインしたんですよ、なぜか。そしたら足長いって言われました。多分ズボンこうやって上げてたから上げてたからかな。遺伝子的に背は大きくなりそうなの。多分ここで止まります。私152、3センチ止まり。最後に測った時152.4だったから3はいくかな。3、4、5、理想は6、7あたりまでは行ってほしいなっていう願望。寝ろって話なんですけど、私首は長いですよ。比較的首は長い。わかんないけど最近発覚したんですよ、このデコルテを出す衣装。デコルテ出てると私なんかこうスラッと綺麗に見えるってことが発覚したんです。だからこういう衣装よりもなんかこういう衣装の方がなんかスラッとしてるように見えるってことが気づいたんですよ。で衣装さんにも伝えました。私デコルテ出てるとなんかいい感じに見えるんですねって言っといた仲いい衣装さんにしれっと言っといた。160行きたい。いや160はいらないかな。いやそう、顔なんかこれで出した方がなんか小顔に見えるみたいなのあるっぽい。だその仲いいね衣装さんに私ブルベなんですよって言ったら、なんか青色の衣装増えたし水色なんかわかんないけど嬉しいですね。優しい。15分経ってたよね。もしやもしやだけど、20分ぐらい経ってるね。これはデタブルベって言わないで声低い。もうやだやだ。ほんとこういうのを変えていきたいんです私。声低いからね。今日のメイクはなんか最近ね、なんかアイラインを引く角度をなんか変えたんですよ。そしたらなんか良くなった。見つけた自分のアイラインの角度。最近もうめんどくさくて引いてなかったんですけど見つけました。自然と目大きく見える。
気がしてる。大きくなったかは定かだけど。いや、ほんと最近そう自分磨き頑張ろうと。もう今日涙で落ちちゃってるかもしれない。あ、けどうっすら残ってるかな。わかる？このさ、今ここに細くあるのわかる？もうなんかね、ほぼ見えないぐらいの自然な色で描いてるから、ここにね、私濃い色を入れてるんですけど、ここにそれのさ目尻、この線の終わりのとこにアイラインを持ってくるっていう。最近まではほんと目の形に沿ってもうちょい上の方に引いたんで線を、こうね、こう引いてたんですけど、それをこの線にこうつなげることによって、目のこうね、ここ目尻はここですよって錯覚させてるんですよ。私釣り目気味なので、ここですよって、ここで目の縦幅もこう涙袋の線を描いてちょっと大きめに描くことによってこれ興味ない方本当にごめんなさい、目の縦幅も大きくして、こう目垂れ目にさせて、横幅も広くして、あの目の目尻ここですよっていう感じにしてる。見えない、パッと見ここ目尻ですよって感じしない？ここなんだよね。ここ隠すとさ目が近く見えるか、近く見える、そんなことないか、なんか錯覚ですね。ごめんなさい、本当興味ないですよね、ごめんなさい。今日なんかちょっと調子いいですね、映りの。けどちょっと今涙で、あの結構落ちてるんで、完成度的にはあの 45% ぐらいなんですけど、けどさ涙流れても今日それなりに受けてるってことは、メイクが良かったってことだよね。こっちの顔が今日いいね自分で 何言ってんだって話なの。こっちの顔そんな好きじゃないんですけど、あれかな、泣いたから涙袋あるように見えるのかな、それかもしんない謎の結果出た、結論出た、それだな。だっていつもこんなないよね、こんなないよね普段。びっくりしてんだけど、いつももっとなくない？こんなだよね目。この奇跡起きてるわ。だって涙袋って言うじゃん、涙溜めてる袋。いや本当に昔私そう思ってた、涙を溜めてる袋だと思ってた。だから涙袋ある人は常に涙が溜まってんだなって思ってたんですけど、そうじゃなかったっぽい多分。ナルピーさんありがとうここで感謝することでもないな、ありがとう。
30分ぐらいやり終わったら終わりますね。じゃあ今何分ぐらいやってる？涙袋欲しいな。あと3分。ありがとうございます。少ない時間でしたけどありがとうございました。2500人ぐらいの方、また見に来てください。ツイッター見て気づいたんですけど、高須先生も最初の方から見てくださってありがとうございます。前髪長い。ありがとうございました。終わります。なんか二重もしっかりしてるね今日。なんかありがとうございました。半顔で終わります。こっちの顔が漏れてるので。ありがとうございました。